いや、そんな情報を知りたくなかった。っていうかね。知らなければよかったエピソード1ワン、デルルルおデデルルルデルルルデどうも、はじまきよしろうです。いやー、まあ、風呂に入るとやっぱテンション上がるけどね、目が真っ赤になるんですよ、ほら。あ、カメラじゃ全然わかんねえまあ、見るか。僕のね、綺麗な目。綺麗な目。え、こっちか。 綺麗な目おらおお違うコメ目コはこ,このねいいティッシュで目を拭いていいティッシュで手を拭くあ気持ち悪いこいつなんか気持ち悪いえー、えー、って感じ、ね、こっちの目からんうん。とっていうことでねあ疲れたあ疲れたあいもう寝よ <laughs> それだけいやお風呂入ったよって話2日連続で風呂入ったあーめかゆうふざけな髪の毛切んなきゃめっちゃ垂れてくる俺の髪の毛うざほらこうやってあげなきゃうわゴエモン部屋ですごくないこの髪型俺以外してる人いないよ髪の毛ね上にあげないと邪魔なんで髪の毛って わすーごい髪の毛ということで、えーま,あね、あーまた髪切りに行かなきゃ、2週間に1回髪切りに行かなきゃ髪切って今もう3週間か、はあ。ということで、次回の動画で会いましょう。バハハーイ